再婚をされた室谷由紀女流三段も注目しているはずの天下分け目の王将戦第2局で、藤井聡太竜王が渡辺明王将に勝利し、作家の王位戦第5局以降、タイトル戦での連勝を8へ伸ばしました。攻め将棋の渡辺王将を相手に、本格的な攻めのターンを回さず、パンチを浴びせ続ける快勝で、2連勝の好発進。デビュー以来の自己最長2時間28分の長考で、じっくりと腰を落として、勝負ところを見極め、渡辺王将の自慢の角の動きを封じ込み、大阪の伝説の棋士、坂田三吉の名文句に習えば、角が泣いている状態に追い込む藤井竜王。渡辺王将に壁金を敷いたりと、敵の駒の能力をことごとく潰し、さらには、渡辺王将から飛車を奪い取り、その飛車を利用し、攻撃力をアップ。名将、自称、戦略家、と呼び名の高い渡辺王将のお株を奪うような、素晴らしい戦術に、稲葉明八段は、驚きを隠せなかったようです。先手の渡辺王将に立ち遅れることなく、リードを広げた。視野が広いと、好評絶賛中です。この快勝に、藤井竜王は、スコアは意識しない方がいい。来週第3局がある。しっかり準備したいと、楽観することなく、おごりもなく、その姿に、1ミリの隙も見当たりません。これは、敵に回したくない相手やな。技術面だけでなく、精神的にもレベルが高い。同門の村田女流二段曰く、風邪もひかないらしいから、まさに審議体が整ってるな。これでまだ19歳か、親御さんの教育方法大成功や。王将戦の過去70期、連勝発進した棋士は、38人中35人が7番勝負を制し、獲得確率 92.1% でした。その流れに乗れば、藤井竜王が王将も集中し、最年少五冠を達成するかもしれません。年明け早々に、将棋界に竜巻を起こし、暴れ竜として君臨する藤井竜王は、王将戦名物の、勝利者記念の罰ゲーム撮影をされました。その姿は、なんと、大阪、道頓堀にあった飲食店、食い倒れの看板人形、食い倒れ太郎のような格好。藤井竜王は、見たことはあります。多分と言ったものの、あまりピンと来ていない様子で、袖を通し、背負ったのは、高槻太鼓。大役を終えた藤井竜王は、はははは、無になってやりました。明日、24日の勝者の写真撮影はお手柔らかに、と、笑顔で語られていました。藤井竜王に、こんな格好をさせるなんて、王将戦ってすごいわ。それを、無我の境地で乗り切る藤井竜王もすごいな。夜明けた24日、再び、勝者の記念撮影に挑み、高槻氏のゆるキャラ、歯にタンと刺した駒落ち戦。逆に、普及前のみの藤井竜王に対し、歯にタンは、持ち駒に飛車角金銀の長半で戦。藤井陣に持ち駒を並べれば勝つことは簡単なのに、ノーマルに26歩とついてきた、歯にタン。参ったな。余裕がすごかったと、藤井竜王は苦笑いをされたようです。順風満帆の藤井竜王の五冠達成か、渡辺王将の4連覇か、気になるところですが、将棋好き芸人のシャンプーハット哲司さんは、渡辺明王将が防衛をする、藤井竜王は、王将を得ることはできないと、大体予想。根拠の一つが、昨年11月、藤井竜王の挑戦権獲得後、女流アベマトーナメントで目にした早指し団体戦で、加藤桃子精霊チームの監督を務めた渡辺王将の、冷静になれよ、お茶、飲みなど、自由奔放で振り切れた指揮官ぶりを見て、とても藤井竜王を迎え撃つ王将戦を控えている感じではなかった。藤井さんの強さの秘密、掴んだと思います。渡辺王将とは、競馬ファン同士、情報交換し合う間柄のようで、一昨年に続き、藤井竜王に敗れた昨年の棋聖戦後、税込み130万円の研究用パソコンを購入したとの情報にも力を得て、本来なら監督とか断って、山寺にこもって修行とかしていい。余裕を感じますと発言。しかし、渡辺王将は2連敗となってしまい、
将棋ファンから集中砲火を浴びているとも発言。その上で、僕なりの限界で、あえて、今回は藤井四冠が負けると。僕は、渡辺さんに、この王将だけは踏ん張ってほしいと思った。渡辺さんの強さを、みんなが知らなさすぎる、渡辺さんは、すごいんやでということを踏まえ、今回ばかりは、藤井君も厳しいよということを強く言わんとあかんと思ったと、再度、渡辺王将防衛説を語られていました。確かに、渡辺王将は、めちゃくちゃ強いからな。しかも、名人なのに、オープンな性格で喋りやすいし、人柄もいいから、関わったら惚れちゃうわな。加藤九段の見解では、藤井さんは、難しい局面でも、だんだん、自分の玉の安全度を高めていく将棋。藤井さんは、人気があるので、将棋の対局以外にも、いろんなイベントや企画に呼ばれるので、想像している以上に忙しいのが心配です。しかし、今は、体調を崩すことなくこなしているので、大丈夫かと思いますが。谷川九段の見解は、藤井さんは、常に全力を尽くすのは変わりないと思います。渡辺さんは、初勝利が欲しいところでしょうが、全体の勝負で考えると、2連敗した後は厳しいでしょうが、一局一局の勝負に向かっていくという気持ちが大事かなと思います。との見解でした。そして、24日には、去年11月に竜王を獲得した藤井聡太竜王の就位式も行われました。対局中に見せる鋭い表情からは一転、朗らかな表情で登壇。賞金4400万円などが授与されました。4400万か、ええー、なぁ。なんかの手違いで、うちんとこに振り込まれんだろうか。藤井聡太竜王は、4連勝という結果は妨害で、自分の実力以上のものが出せたシリーズだったのではないかと感じています。また、式では、杉本昌隆八段が、愛弟子の活躍に目を細める場面もあり、杉本昌隆八段は、公式戦、初の対局は、ちょうど5年前。あれから早5年というか、まだ5年と言うべきかもしれない。驚くことはないと思ってはいるが、それでも本当に驚き。と愛弟子の想像をはるかに超える活躍ぶりに、簡単な思いを語りました。豊島九段から竜王を奪取され、今度は、渡辺王将から王将もさらってしまうのでしょうか。王将戦第3局は、29、30日に、栃木県大田原市のホテル花月で行われます。皆さんお見逃しなく、有益な情報を配信するためにも、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。良い将棋ライフをお過ごしください。失礼いたします。